大谷翔平が各メディアで2023シーズントップナンバーワンの座を総なめ。 MLB 公式もナンバーワンに選出。日本中が歓喜に包まれた第5回 WBC 制覇から日が経ち、再び大谷ファンにとって嬉しいニュースが飛び込んできています。2023年 MLB 選手ランキング100にてエンゼルスの大谷翔平選手が1位にランクイン。このランキングは選手の勝利への貢献度を順位付けしたもので、大谷選手はどのメディアが発表したランキングでも1位にランクインしています。しかも大谷選手と2022年シーズンにシーズン MVP を争ったヤンキースのアーロン・ジャッジ選手や、大谷選手とチームメイトで第5回 WBC アメリカ代表の主将を務めたマイク・トラウト選手を抑えての1位です。ジャッジ選手やトラウト選手はいずれも年俸50億を超える MLB の超スーパースター。その2人を抑えての1位とはまさに怪物。2人をしのぐ大谷選手の凄さとは。過熱する報道の影響は。気になる内容を見ていきましょう。 MLB 公式が認めた2023年のリーグナンバーワンは大谷翔平。 MLB 公式サイトが発表した2023年トップ100プレイヤーにおいて大谷選手が1位に選出されました。これは大谷選手がメジャー最高だということを MLB の公式メディアが認めたということです。まさに世界の大谷ですね。また MLB 公式サイトでは大谷選手のウォーが史上8人目となる3年連続の9点超えを果たすと予想しています。ちなみにウォーとは勝利への貢献度を表す指数のことで、代替可能な選手と比べてどのくらい勝ちを上積みできるかを数値化したものです。 2.0 でレギュラークラス、6.0 以上なら MVP 級と言われています。大谷選手は9点超えを予想されていますから、9勝分チームに勝ちを上乗せできるという計算になります。むしろ勝利への貢献度以上に大谷選手の存在が勝敗に直結すると言っても過言ではありませんね。他球団は喉から手が出るほど欲しい選手でしょう。万が一エンゼルスにポストシーズンの可能性が消滅した場合、大谷選手が今シーズン中に移籍するということもありえます。またアメリカ放送局 CBS が発表した2023年 MLB 選手ランキング100でも大谷選手はメジャートップ選手を抑えて堂々の1位を獲得しました。しかもこの段階で2021年に続く2度目の MVP を受賞すると予想されています。ちなみに同ランキングに入った日本人選手は90位でパドレスのダルビッシュ有選手のみ。2022年に16勝を挙げたダルビッシュ選手ですら90位という順位ですから、大谷選手の1位がいかにすごいことかがわかります。2022年は MLB 史上初のダブル規定を達成しながら惜しくも MVP に選ばれなかった大谷選手、注目度の高さがうかがえます。また CBS 以外の各メディアでも大谷選手の評価は異次元に高くなっています。アメリカスポーツ専門チャンネル ESPN が発表した2023年版の選手ランキングトップ100においても大谷選手は1位に選出されています。これはチームメイトのマイク・トラウト選手やヤンキースのアーロン・ジャッジ選手などのスーパースターを抑えての選出です。ちなみに第5回 WBC 決勝にスタメン出場したアメリカ代表の野手9人全員も選出されています。プレーも稼ぎも世界一、規格外の年収とは。投打でも前人未到の成績を残し続ける大谷選手ですが、収入の面でも超一流です。アメリカ経済誌フォーブスが発表した2023年メジャーリーガーの収入ランキングでは、大谷選手は約85億円で1位を獲得しました。月ごとで単純計算すると8億円の月収です。現実離れした金額ですよね。ちなみに2位はメッツのマックス・シャーザー投手で約77億5000万円、3位はジャッジ選手の約58億2000万円でした。
メジャーでもトップの選手を抑えての1位ですし、金額を聞くと別世界の数字に聞こえますよね。その気になる内訳は、チームとの契約が約39億3800万円、それ以外の収入が約45億9400万円に及びます。フィールド外の収入は2021年は約7億8800万円、2022年は約26億2600万円だったことを考えると大きく上がっています。これについて同経済誌は、野球での成功、そして親しみやすい性格によって華やかなイメージを持っており、数百万ドルの契約を手に入れる力がある、と述べています。以前は私服がダサいと言われていた大谷選手。唯一の欠点と言われていましたが、有名ブランドとも契約し、難なく欠点も克服してしまいました。野球もすごくて、性格も良くて、お金も稼げる。そしておしゃれな服装という欠点という欠点が見当たらない大谷選手。もはや嫉妬を通り越して完璧な人間ですよね。そして大谷選手といえば、2022年シーズンでも取り沙汰された去就についてです。2023年シーズン限りで FA となるので、来季はどこのチームに行くか注目されます。実際に大谷選手の契約問題は、長い間多くのメディアで大きな関心事となっていますね。昨シーズン中から大谷選手を狙う球団の名前や契約総額の話題が報じられています。カナダメディア、ザ・スコアが発表した今週に FA となる注目選手ランキングのトップ20にて、ここでも大谷選手が1位に選出されました。契約規模については、二度と現れない選手かもしれないので、入札合戦になる。球界初の5億ドル、約675億円もあり得ると予想しています。また、WBC 開幕前には、ニューヨークポストの名物記者、ジョン・ヘイマン氏が、大谷選手の FA 契約規模は MLB 史上最高額の約800億円と推測しています。獲得が有力視される球団も、1位ドジャース、2位メッツ、3位ジャイアンツ、4位エンゼルス、5位パドレス、6位ヤンキースと順位付けており、移籍か残留か関心を寄せています。海外からもこのような評価を得られる選手が、今後出てくるのでしょうか。一人二役をメジャートップレベルでこなせるのは、世界中探しても大谷選手のみです。ただ議論が過熱しているのも事実で、心配な面もあります。大丈夫か大谷、過熱する大谷フィーバーへの対応について。 WBC 制覇 &MVP の活躍の効果もあり、一層注目度がうなぎ登りの大谷選手。心配な面もあります。現地特派員のコメントです。WBC 決勝でトラウトを三振に打ち取ったような大きく滑るように曲がったスライダーに着目し、その効果率まで算出している。ありとあらゆる数字やデータを使って大谷の能力を際立たせている。これがファンの期待を煽っている形となっており、調子を落とした時のメディアとファンの反応の落差は大きくなる。また FA 権を取得する今オフは、シーズン中から移籍や契約で周囲が騒がしくなるのは間違いないとも指摘しています。もともとトップレベルの評価だった大谷選手の評価をさらに上げたのが WBC でした。開幕してからも投打において大車輪の活躍を見せているだけに、この勢いが続くのか、どこかで勢いが止まってしまうのか、不安な面も否めません。しかし、もともと周囲から批判されていた二刀流で、投打ともに周囲の想像を超える活躍を見せてきた大谷選手ですから、どこの球団へ行こうと、どこで失速しようと、最後まで応援したいですよね。大谷ナンバーワン総なめへの海外の反応。大谷選手の MLB ランキング1位選出を受けて、海外からも賛否の声が相次いでいます。日本人選手がここまでの存在になる日が来るなんて思わなかった、大谷は偉大、 100% ふさわしい、素晴らしい、
ポストシーズンに進出したことない選手の中では初めての功績だろうね。来年はヤンキースの一員だから、ヤンキースファンとしては見逃してやるよ。野球を救いたいならエンゼルスから外さないと。MLB 開幕から約1ヶ月が経過し、シーズン残り試合はまだ150試合あります。大きな故障もなく最後までつなげてほしいですね。あなたはどう思いますか？あなたの意見もぜひコメント欄に書いて教えてください。また、大谷選手を応援している、活躍をもっと見たいという方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますね。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったら、グッドボタン、高評価をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。